もうせっかく話、もうせっかく話しかけてくれたのに無視進まなかったな。お主の足も耳を傾けようではないか。気づいてなかったわけじゃないか。わしの名はモーリー。今はここで、風の話を聞いていた。モーリー。これ、プルミドの南東にあるところなんだけど。最初、扉は開かないし、そしたら上上がれたんだね。風がわしにこういうのと合う。まもなくここに素晴らしい才能の持ち主がやってくるだろう。レディ、お主は旅人な。いい。ならばレディに頼む。いや、マジ。ハンマーにメモを受け取った。人の話が終わったら、そのメモをつぶさに見るといい。そのメモにはそれぞれにある魔物の情報が書かれている。倒せってことで、そのメモに書かれている魔物を見つけたなら、それぞれ倒し、わしのところで見る。倒した上で。レディならばいつもたやすく絶対するはずだ。目を見ればわかる。旅人かどうか聞いた必要あったのかな。頼んだぞ。え？道具で見ればいいの？道具で見ればいいの？あった。モリーメモ。スライム、スラリン。プリプリチョクス。滅びたお城の近くで。滅びた？悪いスライムじゃないこともない。エーススライムじゃん。あ、いつか。あれをくれたやつ、どうかをくれたやつ。モンスター動画、ロンリー城。こいつもなんか倒した覚えあるな。マイエラ修道院周辺の土手で目撃、孤独愛するフラフラ天使。倒したよね、こいつら。女盗賊のオタク付近の、ね、波打ち際で目撃、波打ち際ね、こいつも倒したな。いいや、じゃあとりあえずこいつを倒そう。トロデーンジエースライム尊敬の話してこちらを見て。導けって言われたからね。大急ぎで、わかってんのかよ、場所。あと、マイエラ修道院に近くです。まだローリーと地獄で、パルミドの
え、これ倒してなかったの？突撃。で、揃ったのを、森のところに行く。森のところ。で、ここは上に行くんだ。おお、来たね、レディ。今日レディが来ることは分かるけど、俺が好きなレディの教えたから。わしのために無理に増えて片付けてくれな。ありがとう、礼を言わせて。また下の方はもうもはや不要だな。それはわしが処分しておこう。おお。無理に瞳の奥に眠る溢れる才能を感じ取ったわしの目に間違いはなかったよ。風のおかげでしょ。で、言って、言ってはな、この建物の中にあんないし、レディも気になっていたと思う。さあ、こっちだ。まあ、中は気になってた。え？びっくりしたー。絶対敵の音楽だと思う。え、特になんもなし。なんか言うでもなく。この扉の先のレディの知らない世代は今日はレディの記念日になるはずだ。さあ行こう。キャーボリーさん、はい、入ってこられないと今日はどういう風の吹き回しですの。はは、いいんじゃない。古いの見り、モリーの見り、超見ねえだね。見ねえだ、綺麗だね。モリー様って前からと上手なんだから。なんぞ。さあ、こちら、わしは下で待ってる。下。ミリー。モリ様って、本当についてみても素敵だよね。私、モリ様の姿見ると、いつもぼーっとしちゃうのよな。ああ、そう。私も噂の大会、噂の大会、室内投げて悪いところこの際を手に入れたのよ。なのに、一番元にはまだお金がかかるというのは、嘘、マジか。え、金かかんの？え、なんでって悪いから離れないからさ、僕今日落ち込んでるんですよ。皆さん、早がるって言われたら、皆さんに全然勝てなくて、僕と早がれないやつなんだろう。なんか、いや、二十代の人間が、ちょっとお金の力で買いになった人、そしてもう一つは、あなたのように悪い人で森様が連れてきた人です。こういう人はあまりいませんけどね。やった。いやぁ、紹介。マリーかよ。メリー、はしご取ってくるのは随分久しぶり。あなたは本物かしら、うふふ。じゃ、62条の判断を取ってこの大会望んどるんじゃ。だというのに、やっぱりやりたい感じのことを取りそうな気がやっぱ破産しちまうぞ。商売と議論とは言うが、もちろんそれだけじゃない。大物の毒と確かな変なクソが永久と続く場合です。なお。この狭い建物ですが、これ何度も取ってますよ。実はあなたの野心を満たす、栄誉と栄光、味わえるものなら好きな手からちょっと言ってください。そう。マリー無理ー、いらっしゃい、ごめんなさい、見せないでくれるので絶対に無理無理ー。だけど今はまだ口の話は全然無理ー。お兄さんの話からまた来てね。なんだお前よ。お主か、気持ちよりストラクなんだけど、へえ、おい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 、これ、ティントークが実はうまごるましてあんたから好かれないと勝とうだます。なのに、イメージでいくことじゃなくて、やっぱりチームの組み合わせがいけ。マジか。それ相性とかも考えなきゃいけないのか。ただ強いモンスター集めりゃいいってわけじゃないのか。去年まで、ね、パルミドの物声通りで寝転がってたこの俺が、イメージで一発の金持ちよ。それもこれ、モリ様が才能を見抜いてくれたわけだ。全くモリ様には感謝感謝だぜ。あ、モリー、あ、マリーちゃん。モリちゃんいつに殴る人とは、我が家みたいに瞳をキラキラ輝かしてさ。モリちゃんの輝きを暇さん、虫さん。
どうだ、驚いただろう。これをレディに見せたかったのだ。これこそがこの世界で最も熱く最も激しいゲーム。モンスターバトルロードだ。これか。なんか聞いたことあるぞ。モリーちゃん、裏はつかないでしょ。勝手につけないの。お、そうだったな。じゃあもう一度行こう。もう一度。さっきのためが。これこそがモンスターバトルロードだ。ルールを簡単に説明しよう。モンスターバトルロードは3匹のモンスターで構成されたモンスターチーム同士の戦いだ。自分のモンスターチームで7つのランクに挑み、弱のだ。それだけでここでは全てを得られる。どうだ、レディも自分の持ちたいだろう。ははレディはなんでそう言うと思っていたぞ。だから、今、ね、全部、もう、もう、今ね、私ね、うん。本当だ、バカな。うん。あ簡単に折れた。で、次なくしよう。ちょっと待ってよ。分かって、持ちたい。持ちたい、私持ちたい。きっと持ちたい。もうレディー。持ちたいです。もう上と持っていくぞ。ルールは自分の自由。嘘やろ。まだ見ないです。知りたいのはどういうことだ。ええあじゃあそういうのちょ、なんかレディーは正面で構築可能だ。このモンスタードルを勝ち上がるやつや。そんな、そうだ、足の前で見え。ふっ、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 ないって言ってるわ。そうか、そういう嘘だしか。なるべく頑張ってくあ、今度はあれだった。いいな、ちゃんと、いいえパターンがちゃんとであるのいいな。なんか絶対にハイにさせるパターンじゃないのいい。まあいいや。やったー。そっちが、チームの名前、チームの名前自分でつける。なんだい、何がいいええー、9文字か。ああ、ダメだ。ジェシカ女学園。失礼だな。何も浮かばなかったんだよ。まず使うのかな。かわいそすぎる。レディはチームを強化しなければ。俺を指摘するものの強さはある程度左右されるものだ。だからといって、俺が強くなるのを待っているだけでは、なかなかチームは強くならないけど。しかし、魔物は人間と違い、戦いの経験をされて強くなるということがないのだ。つまり、チーム強化するによりつもりとメンバーを入れ替えていくしかないということだ。この世界から強い魔物を探すのだ。そして、それらはチームを変えて、俺のチームを強くしてくんや。早くれ、平均のチームのずっと行けるのだ。おー。吐き上がれ。こいつは最後何事ボソっていうのかっこ悪いっていつも言ってるでしょ。マリー、いいな。いいツッコミだな。いいな、いいコンビですね、この作品。つまり、どうも、知り手どもの感じがしたのだな。みんな、振り上げてる、次。格闘場の狩りを手に入れた。変わればいつでもこの説明に入ることができる。順位が取り戻し参加できるのか。カウント3つは中央だ。だが一年半が経ってもあの人がいろいろと不安のような価値観を得ただろう。ちょうどレディの変動に乗っている。はーい。つうことでですね、モンスター集めとは裏でいろいろやって、まあ本編とは別に、番外編みたいな感じで、やろうかなと思いますので、引き続き、本編と、同様に、見て、いただけたらなと思いますので、引き続きよろしくお願いいたします。見てると、ちゃんと何でいい大体じゃなくて、だけですか。なに次の両人が上昇ってので、ひげもせじまつくり、ひげのさまつくり、ひげのさまつくり、おぉ。
はい。ということで、今、格闘場にいます。バトルロードのね、なんですけれども、バトルロードで、はい。で、今回は、ランク S、お金が足りないお金を、お金が足りない。死ぬ。あーそー最悪だ。いいよ、なんでハグレメタルに行くの。逃げろよハグレメタルも。ガホーつけ最悪。せっかく削った4を簡単に回復された。他の方行け。一番多分体力低いからそっちを狙うようになるなんてありえない。いいかなぁ、しびれ。うん、もういい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 。作戦は決められねえなぁ。倒してた。ちょっと半分ちょっと諦めますね。ちょっとよっしゃ、明日やめない。おー。楽しい。
よし、来た、決まった、決まってね、まだ落ちて、オッケーです。あー、やられた。ん？おこと。よっしゃ。失うってのはこういうことのことを言うんですよね。本当もなんて言っていいやら。これが商品そうです。はい、どうぞ。よっしゃ、ドラゴンローブ。これが欲しかったんです。レディ、いや、今日からこういう子、レディはチャンピオンだ。一応この立場にありながら、一日とてモンスターチームの研究を怠ったことはない。ことなどない。どうすればもっとチームが強くなるか、新しい技が出るのか、こんなことばかり飽きもせず考えている。だがチャンピオンのような真の先生の前では、わしのような凡人の道楽なら虚しいものだな。ねえ、とチャンピオン。チャンピオンはわしの夢を叶えてくれた。わしはずっと待っていたのだ。わしを打ち負かしてくれる真の天才が現れるこの日を、最後の夢をさせてくれ。帰り際にわしチャンピオンが出会ったあの場所を見ていくといい。さらばだ、チャンピオン。チャンピオン。I am a champion. We are the champion. で、多分これでもうこれ以上は。OK、もうこれ以上はね。あ、チャンピオンじゃない。私のいいもんさ、皆さん、ぜひ教えてくれ、おくれよ。このセリフが変わんだね。すっげえな。あの、大森様に勝ってもらったよな。まだ頼むじゃないと、俺は最初から分かったけどな。いるような、こういうやつな。で、これ、チャンピオンさん、うわ、すっげえ、チャンピオン、知り渡ってる。一緒に今、話しかけてくださってありがたいことですな。何万ダブ、何万ダブ。私のホイミングレースに勝つものが現れたら、時代は変わったな。ああ、もう、ライアンじゃん。でも、激闘の時代でなければ、人生の充足とは、いかたいものだ。私も昔から懐かしい。こいつは変わんねえんだな。知ってる、あなたも知ってるね。うん、あ、それはチャンピオンね。なんだこいつは。知ってあげよう、知ってあげよう。モンスターチームが使う金丸だったのなんだって。名前はね、まだ暮らすんだっけとか、そんな感じの名前。昔な、なのそら。そう、自分が築き上げてこのモンスターバトルロードで負けるのが夢だったなんて。モリちゃんちょっとわからないところだけど、やっぱり最高の時は惚れ直したわ。こいつすごい。チャンピオンはマジか。チャンピオンに言っておかねばな。ワシに勝ったからといって、それがゴールではない。チームの強さはまだまだ発揮しなく上があることだろう。今後、チームを強くするための努力を続けてほしい。そして、真に強力なチームを表で作るのだ。一応、チャンピオンに勝つところは諦めたばかりでない。いずれに必ず足は地面に立つの、どんどんどん。チャンピオン、触らせてくれ。やめろ。触るな。変態。森様とチャンピオンが現れるターナー。俺もサボってる間のままに、とりあえず目先のランク B 制覇を目指すぜ。まだランク B かよ。チャンピオン、チームのうちのまし、今ダンミラブーン、ちょっとスカルライダーがいるんだますが、これは動く赤道を変えない方がいいぞます。ダンミラと、うわ、買うな。全部無理。チャンピオンなんか、絶対に無理。絶対に無理。優勝は無理。たちも、全然です。戦ってるチームを長年するのは無理。戦ってながらね、回復したりするのは全然無理。全然こんなとこ、人生一つで全部覚えるのが無理だったら、何回でも話してあげるよ。もうチャンピオンですけどね。やあ、チャンピオンのお出ましやで。それで。ヤシカ殿に憧れて、わしを言う本日でチャンピオンを目指すことにしたぞ。なぜかハンターの数を減らしたのまで60人か。金くれ。
今のデスカさんを知らないやつだって違いませんよ。グランチャンピオンですからね。これからちょくちょくここには来てくださいよ。みんなこれから使ってください。あ、モーリー様は普段私にも、リリーにも、ムリーにも、マリーにも同じように優しいけど、本当に嬉しい時は本当に辛い時はいつもマリーさんのそばに行くの。ちょっと焼けるわ。へぇ。トレネコ。実は私、今日はご飲みの出勤だったんですね。モーリー様に呼び出されましてね。おかげさまのモーリー様に呼び出されたとはたくさんいませんから、でもなかなかなど呼び出されしょう。モーリー様がね、指輪の上にサンピオンとに死骸ついて泣いてたのに、嬉しいのか悲しいのか、ね、モーリー様の胸の中に家にしまれたままでしょうね。それはなぜこんなにも人の心を踏む、ジェシカさんとモリー様のバトルは歴史の頃最高のバトルだったのですが、私もただ熱くなって言っちゃうわけではありませんが、いろんな技を学ばせてもらえば、ランク S の第一と第二を務めたあの二人はモリー様のほどからご友人らしいですね。バトランドとレイクラバというところから来たって言ってましたけど、聞いたことのない地名ですね。4と5の地名だよね。おそらく確か、きっと多分ね。あいジェシカちゃうやんけ。ジェシカちゃうやんけ。特に何もないんだな。ちょっと石像が置かれました。ということで、今回は、一旦、今回はじゃないな。バトルロード、会話、ここで、一区切りとさせていただきます。次回というか、この続きから、また、どこだ、聖大聖堂かなとか、ストーリーに戻ってですね、追いかけたいな、あいつを、悪い奴を追いかけたいなと思いますので、引き続きよろしくお願いします。